それでは、国家試験の概要について確認していきましょう。キャリアコンサルタントの国家試験です。大きく学科試験と実技試験に分かれています。学科試験は、4子卓一式のマークシートで、まあ、50問ですね、で出てきます。それに対して実技試験は、この中にも2つカテゴリーがありまして、1つは論述式に回答するもの。 そしてもう一つが面接の試験です。この面接、ロールプレイと呼ばれている試験が、キャリアコンサルタントの国家試験として結構特徴的なものかと思います。ロールプレイで何をやるかということなんですが、ロールプレイ15分、口頭指問5分と書いてあります。ロールプレイでは、初めて 相談に来た方に対して相談業務の15分間を実際に試験監督の前でやってみるというタイプの本当に実技です。実際に面談をやるということが試験で課されています。 はい、でこのロールプレイ心配される方がとても多いんですけれども後ほど合格率でも確認していきますまた養成講座しっかり勉強していただければここはそんなに心配しなくても大丈夫ではないかなというふうには思っています、はい、具体的な試験日程のご案内もしておきましょう2024年度の試験3回予定されていますまず 7月に行われます第26回の試験。まあ、申し込み締め切りが2024年4月となっていますけれども、この試験に関しては実務経験がある方は、養成講座を受けなくてもそのまま受験資格があります。もともとこのキャリアコンサルタントの国家試験の受験資格というのが、実務経験3年以上の方はそのまま試験を受けられます。 逆に実務経験が3年以上には満たない方についてはキャリアコンサルタントの養成講座を終了することで試験の受験資格が得られるという性格のものになっています。ですので第26回は実務経験者の方はまだ受験間に合います。はい、そして、 養成講座4、5、6月生で受講される方が目指す試験が第27回の試験。具体的には2024年の11月に行われる試験ということになります。はい、そしてその後、第28回は2025年の3月に試験が行われます。ということで、年3回試験が行われている。 とというのが特徴的なとこですね国家試験で年3回ちょっと戻しますね年3回試験が行われるというのはあの少ないかと思いますそれだけチャレンジする機会が多いので合格しやすかったり資格が取りやすかったりするということになりますはいで気になられると思いますが合格率ですグラフが出ていますけれども第1回の試験から直近発表がありました 直近と言いますのが2023年12月の18日に合格発表があったのが一番右側の第24回の試験なんですけれどもここまでの合格率を出しています、まあ、グラフはどうしてもあのガタガタとねちょっとあの山あり谷ありということになってますけれどもグリーンの折れ線グラフが学科試験の合格率を示しています 一番低い時は第4回や第9回があのものすごくね合格率低かった試験難しかったんですけれどもおおむねなんですが50以上ででは推移をしている状況です直近第24回の試験が少し合格率が下がって52.6%でしたがその前と その前については80%を超えるような学科の合格率と非常に合格率が高い試験でした。はい。直近で52.6%。まあ、それでも国家試験で50%以上の合格率というのはかなり試験としては合格率高い方だと言えます。では、実技の方はどうでしょうか 実技というのは論述と面接ロールプレイを合わせた合格率です。論述とのロールプレイは両方受からないと実技合格になりませんので、両方の試験合わせてなんですけれども、こちらの方が折れ線グラフは安定してますね。高いところで安定している感じでしょうか。直近第24回の合格率は65.4%。 ですので、今回は学科試験よりも実技試験の方が合格率が高かったということになります。本当にこちらはあの高いところで60%以上ぐらいでずっと推移をしてきてますので、ね、この先も同じような水準で行くのではないかなと思っています。